を始めさせていただきます。そして駆けつけてくださいました梶岡博樹国民民主党茨城県第3区総支部長より挨拶をいただきます。DX 守谷駅ご利用中の皆様、こんばんは。ただいまご紹介に預かりました地元の梶岡博樹でございます。本日は選挙戦4日目でございまして、折り返し地点でございます。この度の守谷市議会議員選挙におきまして、私ども国民民主党は自信と責任を持って、須藤大輔さん、今私の隣で大きく手を振っている平成生まれの30歳須藤大輔さんを、私梶岡博樹は応援をしているところでございます。皆さん、もう十分に平成生まれの方々が活躍する守谷となっております。なんと須藤大輔さんは平成元年生まれでございます。しかもただ若いだけの候補者ではございません。須藤大輔さんは5歳の男の子を一人で育てているシングルファーザーであります。子育てと仕事の両立に苦労をした、その経験を守谷市政に生かしていきたい。これまで地域社会やボランティアの方々にベビーシッターなどで助けていただいた、その恩返しを、市政の立場から社会に恩返しをしたい、その思いで勇気を振り絞って立候補をしているところでございます。朝も6時半からこの守谷駅頭で駅頭活動をした後に、8時にお子さんを保育園に送りに行き、その後選挙運動に合流して、そして夕方はまた保育園に迎えに行き、そして自宅でお子さんにご飯を食べさせた後に、こうやって夕刻の駅頭活動に駆けつけている、まさに子育てしながら子育て支援ができる候補者は須藤大輔さんであります。たまたま親が政治家だからとか、国会議員の秘書をやられていた、もしくは官僚出身だからとかで政治家を目指しているわけではありません。普通の30歳の若者の須藤大輔さんだからできることがあります。須藤大輔さんの年齢は30歳ですが、こういった平成世代の方々が活躍しないことには、これから訪れるさらに深刻となる少子高齢化社会を支えることはできません。この守谷市におきましても、2025年には団塊の世代の方々が後期高齢者となり、高齢化の波はより一層顕著なものとなってまいります。高齢者が住み慣れた地域で自分らしく過ごしていただくためには、やはり平成世代の方々がしっかりと活躍をして、しっかりと仕事をして納税をしていただく、その必要がございます。しかしながら若い世代にだけ高齢化社会の責任を押し付けるわけにはいきません。若い世代の方々がしっかりと納税をしていただいて、その税金の使い道が正しく使われているか、そうでなければ若い方々の政治離れはさらに進んでしまいます。須藤大輔さんのような平成世代の方々は、成人して初任給をもらい、初めて給与明細を見たときに、うわぁ、所得税ってこんなに引かれるんだ、この3万5千円の社会保険料の控除って何に使われるんだろう、そしてコンビニに行けば 10% の消費税を納める、税金に囲まれた世代が須藤大輔さんのような若い世代であります。残業をして今月は稼いだと思ったら、累進課税でその分税金を引かれている、
しかしテレビをつければやれ桜を見る会だ、やれ IR のカジノ疑惑だ、政治と金の問題ばかりが報道をされていて、これでは若者の政治離れだけでなくて政治不信につながってしまうのも無理はありません。ですから若い方々がこれから政治に参画をして町づくりに興味を持っていただく、そのためにはまず政治家が襟を正して、皆さんの税金が1円たりとも無駄に使われていない、そういうことを厳しい目線でチェックする必要があります。守谷の市議会の定数は20名ございます。60歳代のベテラン議員さんがいてもいい、50歳代の経験豊富な議員さんがいてもいい、40歳代の働き盛りの議員さんがいてもいい、しかしこれからの守谷にとって最も必要なのは未来を担っていく、次の世代を担っていく、須藤大輔さんのような20代30代の若い政治家なんです。即戦力という意味合いではまだまだ須藤大輔さん右も左もわからないかもしれません。しかし須藤大輔さんが仮に30年間守谷市議会議員を務めさせていただいてもまだ60歳なんです。ですから皆さんのお子さんやお孫さんのために、未来のために10年後20年後30年後を見据えた投票行動を2月2日の投票日にはしていただきたい。今この瞬間の守谷ではなくて5年後10年後20年後も皆さんのお子さんやお孫さん、そして両親が住み慣れた地域で自分らしく健やかに過ごせる守谷を作っていくには、今から平成世代の若い政治家をコツコツと地道に育てていくしかないんです。皆さん政治を諦めないでください。須藤大輔さんのような平成元年生まれの若者が政治にチャレンジしようとしているんです。素晴らしいじゃないですか。どうかまだまだ知名度が足りない新人候補ゆえに知名度が足りない須藤さんですが、どうか皆様のご家庭や職場で今回の市議会議員選挙には若い候補者が出ている、平成生まれの候補者が出ている、平成元年の須藤大輔さんが出ている、そして政策に耳を傾けていただいて、須藤大輔頑張れ頑張れと激励をいただけますように心からお願いを申し上げます。まだまだ右も左も分かりません。しかし皆さんの手で育ててください。これまでの政治家は偉い大先生に何かをお願いして何かをしていただく、いわゆる自民党の麻生さんや二階さんのような大先生が多かったと思います。しかしこれからは須藤大輔さんのような30歳の若い政治家に、おいこれはどうなんだ、これをやってみたらどうかと提案をして若い政治家を育てていく、活用していく、そういう時代になってくるんです。どうか次の新しい守谷、新しい議会に向けて須藤大輔さん、須藤大輔さん、今回の守谷市議会議員選挙の争点の一つは IR のカジノ疑惑、そして桜を見る会などに見られるような昭和の古い政治の体質を今の守谷の令和の子どもたちに引き継いでいいのか、それとも須藤大輔さんのようなクリーンで若い政治家を守谷市議会に送り込んでクリーンな姿勢に変えていくのか、疑念のない姿勢に変えていくのか、それが大きな争点の一つとなってまいります。私梶岡弘樹もぜひ皆さんとともに須藤大輔さんのような若い政治家をどんどん目を育てていく、どんどん勉強を一緒にしていく、そういった時代でございます。どうか守谷の皆さん、2月2日の投票日には投票用紙の真ん中に黒く大きくはっきりと須藤大輔、須藤大輔とお書きいただけますように心からお願いを申し上げまして、私梶岡弘樹からの応援のご挨拶とさせていただきます。須藤大輔さんをどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。力強い応援を本当にありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました、国民民主党公認候補須藤大輔が皆様に熱い思いを伝えさせていただきます。